初代ケルビン男爵、ウィリアム・トムソンは、アイルランド生まれのイギリスの物理学者。爵位に由来する、ケルビン教の名で知られる。特にニコラ・レオナール・サディカルノーの理論を発展させた、絶対温度の導入、ルドルフ・クラウジウスと独立に行われた、熱力学第二法則の発見、ジェームズ・プレスコット・ジュールと共同で行われた、ジュール・トムソン効果の発見などといった業績がある。 これらの貢献によって、クラウジウス、ウィリアム・ランキンラと共に、古典的な熱力学の開拓者の一人と見られている。このほか、電磁気学や流体力学などをはじめ古典物理学の、ほとんどの分野に600を超える論文を発表した。また、電磁誘導や、磁気力を表すためにベクトルを使い始めた人物でも、ある。1824年6月26日。 アイルランドのベルファストで二人兄弟の次男として生まれた。父親のジェームズ・トムソンはスコットランド系アイルランド人の農家の生まれで教師として働く傍ら独学でグラスゴー大学へ入学し、ベルファスト大学の数学教授となった。トムソンは兄と共に父から家庭で教育を受けた。兄のジェームズも後に物理学者となり、 圧力による氷点効果や水の30点を発見している。父は1832年にグラスゴー大学へ赴任するが、幼い頃から振動ぶりを発揮していたトムソンは、その2年後わずか10歳でグラスゴー大学への入学を許可された。1841年からは、ケンブリッジ大学、ピーターハウスカレッジで学び、1845年に自席で卒業した。 その後パリの漁業の下で学んだ。そして翌1846年に22歳の若さでグラスゴー大学の教授に就任し、イギリスの大学で初めて物理学の研究室を作った。ケンブリッジ大学在学中の1842年からトムソンは独自の研究を開始した。この年発表した熱の分布と静電気力の分布の比較研究による論文は、 電磁場と冷やし縮性男性体の間の類似点を指摘していた。1845年の論文では電磁誘導を何らかの媒体によるというファラデーの考えに数学的な表現を与えた。これらは後のマクスウェルに重大な示唆を与えるものだった。1849年から10年間、トムソンはファラデーが発見した常時性と半時性。 およびその理論を一般化するための研究を行った。ここで、当時率と磁気管受率という概念を導入し、磁石の持つ全エネルギーを表す式を導いた。電気においては、電流の流れる回路の持つエネルギーを表す式を得て、1853年に振動回路の理論を発展させた。これは1857年に実験で確かめられ、 後にヘルツによって電波を発生させるのに使われた。1851年、ベーバーが国際単位系の電磁系への拡張を提案したとき、トムソンはこれを受けて、ダニエル電池の起電力やジュールの法則の計算を行い、さらに英国学術協会に電磁器の標準を決定するように働きかけた。1845年、ケンブリッジ大学を卒業したトムソンは、 パリのルニョーの下で実験技術を磨き、同時にクラペーロンの論文を通じてカルノーの研究を知った。トムソンはルニョーの実験結果とカルノーの研究結果を発展させ、1848年に温度が物体中のエネルギー総量を表すという絶対温度の概念を導いた。この単位は後に彼にちなんでケルビンと呼ばれるようになった。また、 熱素説が残っていた当時、ジュールが発表していた熱はエネルギーの位置形態であるという論文を高く評価し、1851年に熱をすべて仕事にすることはできないなら、カルノーの理論とジュールの法則が矛盾しないということを示した。これは現在熱力学の第二法則と呼ばれている。同じく1851年からは熱電気の研究を行い、 温度勾配がある物質に電流を流すと熱の移動が起こるというトムソン効果を発見した。1847年のオックスフォードで初めて会ってから数年間、トムソンとジュールは共同で研究を行った。1852年、二人は細いノズルから気体を噴出させる実験を行い、ジュール・トムソン効果を発見した。1862年、トムソンは フーリエの熱伝導理論を用いて玉の冷却速度を計算し、地球の年齢が数千万年、長くても4億年を超えることはないと結論した。これは地球全体がドロドロに溶けた状態から現在の温度に冷えるまでの時間を求めたものであった。またトムソンは同年に太陽の熱が重力収縮によって発生するとし、太陽の年齢を1億年未満。 最大で5億年とした。別々に計算した太陽と地球の年齢が、概ね一致し、トムソンの議論を説得力のあるものにした。しかし、地質学の成立説とは矛盾し、当時生まれたばかりの進化論を交えて一部の地質学者と論争になった。トムソンの計算は、当時発見されていなかった、放射性元素の崩壊熱や、核融合のエネルギーが考慮されておらず、 また、地球内部の熱伝導率が場所によらず一定という過程が誤っていたため、正しい値からは大きくずれていた。現代では、トムソンの地球の年齢推定が大きくずれていた。理由は、地球内部の対流により熱が表層よりも内部で早く伝わることを知らなかったことが大きく、放射性崩壊熱の影響は小さいとわかっている。 1863年にトムソンは地球の形状が太陽や月の潮積力によって変形していることを利用して地球の硬さを求めた。キリスト教の経験な信者であった。ライト兄弟は空を飛ぶ。数年前に空気より重い機械が空を飛べるわけがないと言っていた。彼の発言として記録に残っているものには電波には未来などないや、 X 線はそのうちいたずらとわかるだろうなどもある。ケンブリッジ大学在学中はスポーツにも取り組み、オックスフォード大学とのボートレースにも参加した。特にヨットに熱心で海に関するあらゆるものに関心を持った。かつてクライズレール銀行が発行する100ポンド紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。